皆さんはこう思ったことはありませんか？死んだら焼いてその後は骨だけになってしまう。そんなのは嫌だ。そう思ったことはありません。私はあります。大好きな人や大好きな家族、友達、こういう人たちが亡くなった時、死んで骨だけになるのは嫌だな、こう思います。死んだら全部粉々になり、跡形もなくなり、ただ骨だけが残ることになります。ちょっと寂しい気がしませんか？だから私は死んだら冷凍保存をしたい、そう考えています。でも冷凍保存というととてもお金が高い。私にはちょっと無理だな、そう思いました。でも自分の家にある冷蔵庫に死体を入れましょう。すると冷凍できるんじゃないかと、こう考えました。冷凍保存はお金がかかるけれども、自分の家で冷凍するならお金もかからないし、誰でもできるだろう、こう考えたのです。だから私はおじいちゃんやおばあちゃん、お父さんやお母さん、友達、そして自分の愛する家族、恋人などが死んだ時、私はその人たちを自分の家の冷蔵庫に入れよう、こう思っています。でも冷蔵庫というと何人も入れるのは厳しいので、それだけたくさんの冷蔵庫を買わないといけない。だから私は とりあえずせめて頭だけでも切り落とそうと、そして冷蔵庫に入れておこうと思いました。